量を作るにはこのようにすり金ですります。で 1g 作るのに2分ぐらいかかりますね。でこれを作った後に気を込めていただきます。それで浄化の塩を作るわけであります。浄化の塩を作っております。はい、これは 1g どれぐらいかかるんですかね、これ作るのは。何分かな、測ったことないんですけど、結構かかりますね。うん、これ作った後に気を入れるんですか。そうですね、冷気どうやって入れるんですか、これは。宇宙パワーですよ。削りながら入れるんですか、それとも削った後に入れるんですか。削ってる時もやってんですよ。そういう風に、届きますようにって、良いことが起こりますようにとか、エネルギーパワーを入れて、入れながらこう削ってんですよ。で、削り終わっても、冷気パワーで、ちゃんと浄化しますから大丈夫ですよ。はい。大体3分ぐらいありましたけど、1分やってもらったら大体、こんな感じですか。こんなもんですかね。これ1ぐらいもないですね。こんなもんですね。これで自分を作ってですね。はい、そうですね、こうね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。